入った瞬間にもう木材の香りがすっごいして、もう本当にびっくりしちゃった。とりあえずあの部屋に着きました。で、ここ3人部屋なんですよね。あのここのスペースが1人で、ここのスペースが1人で、最後ここのスペースで1人で、で今日はですね、あのこの相部屋はね、あの自分だけということで、宿泊して自分だけということで、他の部屋はあの、まあ、いろんなお客さんいるんですけど、相部屋は今日はあの自分だけということなので、はい、ちょっと、まあ、ちょっと心落ち着くというかね、はい、でお値段はですね、あの1泊1食付きで 6,000 円弱、まあ、5,900 円ぐらいでした。であとはあの、まあ、あのなんていうの、普通のタオル200円 でバスタオルとか貸し出しで200円で、あと洗剤がね、あの 別で売ってたので100円で買いました。はい、なんかね、あの部屋に入った瞬間ね、もうね木のいい香りがしてね、なんかすごいあの最近できたような、なんかね、なんか新しいお宿みたいなねっていう感じですね。すごくね、あの中も素敵で、あのこれあのマットレスの畳というね、でもこれ多分これ布団を多分こうやるのかな。あ、すごいすごいすごい。クッションもこれ結構弾力があっていいものになってますね。重たかった今クッション、はい、すごい中もおしゃれだね、本当にすごいおしゃれ。コンセントもちゃんとね、上の方にもあったり、まあ、ここにもあったり、で、あと、こっちにもあったり、まあ、あと、他の部屋にもちゃんとあったりね、で、あと、ちょっとテレビもないけど、だから冷蔵庫もちゃんとついてるから、あの、今日、ウィーター製品も高くてきたから、それも冷やすことができて、まあ、いいなって思いますね。っていう感じかな。はい、あのトイレとお風呂場はまた別の場所にあるみたいなので、まあ後で行ってみたいと思います。はい、お待ちかねの夕食タイム。まあ、北海道といえばお魚ですよね。うん、美味しい結構ね、ご飯が進む味っていうかね、すっごい美味しいよ。さすが北海道だなって。今回ね、これが一番マジで美味しかった。すっごいみずみずしくて、マジで美味しかった。もう一回食べたいっていうふうにずっと思ってるの。はい、お次はメロンとポテトサラダかな。これは抹茶プリンだったよ。食べてる感じ、多分ポテトサラダ。うまいに決まっとるやん。
晩ご飯も食べ終わって、まあ、お部屋に戻ってきました。本当に美味しかった。あのね、北海道だから新鮮なお魚だし、あと多分北海道ってメロンが美味しいじゃない。メロンをね食べてもめちゃくちゃ美味しかったし、あとビーフシチューかな、ビーフじゃない、ホワイトシチューか。やっぱりさ、魚と肉ダブルで取れるってすごいありがたいね。美味しかった、本当に。ちょっとスダもね、薄くちょっとねピンクっぽくちょっとなってます。はい、この後はねお風呂に入って、寝ようかなって思います。はあ、1日目終わりかな。すごいですね。皆さん2人以上でやっぱりここを利用いただくんですけど。なるほど。でも1人だとねちょっと高くついちゃうんですよね。あ、なるほど。あ、こんな感じのお部屋です。今回でも本当に清潔感っていいですね。去年、はい、全部いわゆるお客様がコロナで、はい、減った時期に直してるんです、はい、そうなんですか。それがもう一番いいだろうっていう、そういう利用が多い時にわざわざよりも少ない時に直しちゃいましょうっつって内装は全部きれいにしてあって張り替えて、ね、すごいですね。整理してあるので利用しやすいと思います。はい、ただも全部張り替えてるんで綺麗です。そうですね、そこも全部綺麗ですね、小屋番さんの人も、小屋番っていうかこのホテルの人もすごい優しい人で、ちょっとこのメロンもね、このメロンの、アイスもちょっと安くしていただきました。本当に150円なんだけど、お客さんちょっと少しだけなんか揚げちゃったっぽくて、なんか霜が降ってあるっぽくて、やっぱり100円にしてくれました。嬉しい。いただきます。ちょっと待って、ここもう溶けちゃったかな、説明受けてるうちに。はい、こっちもなっちゃう。お風呂かけやったらアイスやな。うん、おいしい。景色いいね。はい、おはようございます。今ねこのホテルでたんですけど、本当にいいお宿でしたわ。食べ物も美味しかったし、しかも個室じゃないな、3人部屋も差し切れたし満足でした。
お風呂もね、露天風呂があって本当に良かったです。はい、今日はね、これから朝日岳に登って、で、翌日はね、羊蹄山に登ろうと思います。ちょっとね、あいにくちょっとね、曇天っていうか曇りなんだけど、ちょっとまあ晴れることを祈りながらね、登っていこうかな。お願い晴れて。はい、登っていきます。